k イ,イノーテックは日本の競争馬。2018年 NHK マイルカップの勝ち馬である。馬名の意味は冠名水上の。6月3日、阪神競馬場の2歳新馬戦に一番人気で出走。後一位追走から直線で馬場の内側から抜け出してデビュー戦を飾る。休養を挟み、11月11日のデイリーハイ2歳ステークスはジャンダルムの3着。 クレのアサヒハイフューチュリティステークスはダノンプレミアムの4着となり、この年を終える。2月10日のコブシ賞は一番人気に押されたが、パックスアメリカーナの2着に敗れる。続く3月11日の3歳500万下では、道中広報追走から直線で、メンバー最速の上り33秒9の5足で4馬審査をつけ解消する。 4月7日のニュージーランドトロフィーは、集団待機から直線で一旦は先頭に立つも、ゴール寸前で外から追い込んできた活字に交わされ2着に、敗れるも NHK マイルカップの優先出走権を獲得した。5月6日の NHK マイルカップは、後方2番手追走から直線で大外から追い込み、先に抜け出したギベオンを首かわして、GI 初制覇を飾った。 また帰場した藤岡祐介も、機種生活15年目で、初の GI 制覇となった。しかし NHK マイルカップ制覇後に出走した、毎日王冠、マイルチャンピオンシップ、阪神カップでは、それぞれ5着、11着、6着に敗れ、勝利を挙げることができずに当年を終えた。小場所戦は、初のダート戦となる、ネギシステークスに挑んだが、見せ場なく10着に大敗。 安城に A ュたる家を迎えた、自走のマイラーズカップも、同世代ダノンプレミアムの6着に敗れ、3冠品馬、アーモンドアイの出走で注目が集まり、幸い秀明との新コンビを結成した、安田記念も、同世代インディチャンプの7着に終わった。2年連続の参戦となった秋初戦の毎日、王冠は本馬含む GI は5頭が集まったが、自身は、ブービーの9着に終わった。 続く、天皇賞、秋では9着、チャレンジカップでは7着に終わり、この年を終えた。この年初戦の東京新聞杯では11着と、大敗すると、その後も勝ちきれないレースが続いた。秋に入り富士ステークスでは3着と、抗走したが、本番のマイルチャンピオンシップでは13着に、沈みこの年を終えた。1月5日の京都金杯で指導したが15着と、大敗。 その後、放牧へ出された。1月27日、オーストラリアへの遺跡が発表され、同日に JRA への登録を抹消した。2月13日にオーストラリアへ出国した。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。母の敬愛ガーベラは、ダート重賞のプロキオンステークスとカペラステークスの勝ち馬である。全兄に、 ゴージー1トゥーラックハンデキャップ、カンタラステークス、魔界ビーディーバステークスを制した増やすインパクトがいる。ありがとうございます。